さあ、鎌倉時代の足利氏解説、後編だぜ。前回は足利氏が源頼朝に従うまでの経緯とか、鎌倉幕府内部での立場とかを語ったわよね。足利氏は御門用、源頼朝の一門であると認められ、北条徳宗家からも厚遇された。そして、北条氏の認可のもと、幕府内では、足利氏が源氏の嫡流である、という認識がされていた。しかしそれは、他の御家人からも認められている、共通認識のようなものではなかった。って感じかしらね。ああ、足利氏が源氏の嫡流である、という認識、これは北条氏や、鎌倉幕府があって成り立つもの、ということだ。さて、今回は足利氏が周囲からも源氏の嫡流である、と認識されるに至るまで何があったか語っていこう。前回、幕府内において認められている足利氏が源氏の嫡流である、という認識が揺らぐような事態になったとか、なんとか言ってたわよね。だな、早速話そうか。足利氏のポジションが揺らぎかねない事態とは、鎌倉幕府の七代将軍、惟康王が征夷大将軍就任後に、親戚降下して源氏を名乗ったという事実だ。惟康王って、誰だっけ？鎌倉幕府の将軍って、影が薄くて全然知らないわ。惟康王は六代将軍、宗隆親王の子供だ。宗隆親王の父親は後嵯峨天皇だから。惟康王は後嵯峨天皇の孫、ということになるな。これがいわゆる皇族将軍、ね。惟康王がなぜ、源氏の将軍となったか。それは蒙古襲来に対応するためだったと言われているぜ。蒙古襲来のためね。なんとなくイメージはつくわね。時の執権、北条時宗は惟康王を源頼朝になぞらえ、御家人たちに幕府を創生した頼朝の記憶を思い起こさせ、蒙古襲来に対応しようとした、ということだな。外敵の攻撃を防ぐため、やれるだけの手は打とう、ってことね。しかし、こうなってくると微妙な立場になるのが、足利氏だ。前回もやったが、足利氏は特別で、源氏の嫡流である、と、誰からも認められていたわけじゃない。言うなればメイドイン北条氏の、パチモンの源氏の嫡流、よね。そんな中、後嵯峨天皇の孫という正真正銘の騎手で、源氏を名乗る、惟康王という征夷大将軍が、出てきてしまった。しかも、これを演出しているのは北条氏、足利氏からしたら、立場がないわね。ということで、足利氏のポジションは、極めて微妙なものとなってしまったんだが、17年後、成人した惟康王は、北条貞時と平頼綱の手によって、改めて親王宣下を受け、皇族に復帰し、京都に戻された。北条貞時や平頼綱からしたら、傀儡にできない大人の将軍はいらないってことね。その後の将軍は、源氏姓を賜るということはなかった。鎌倉幕府の将軍は、源氏ではなく、皇族将軍であり続けた。が、惟康王が源氏を名乗っていた17年間で、それまで御家人たちが忘れていた。源氏嫡流という存在。いや、源頼朝という存在がクローズアップされ、頼朝に近い源氏で幕府の最上位にいる足利氏の存在がクローズアップされていったんじゃないか、という見解があるんだな。その見解に従うと、惟康王という源氏将軍は、いなくなった後、副次的に足利氏の存在を、浮き立たせたってわけね。と、言いたいんだが、実はここら辺は微妙でな。いつもの展開が始まったわね。その後も足利氏は別段、特別な扱いを受けていたわけではない。周りの御家人から崇拝されていた、わけでもない。どうも、惟康王の源氏将軍再興によって、御家人たちが意識したのは、源頼朝の権威高揚、であって、源氏の権威高揚、ではなさそうなんだ。というと、鎌倉末期の御家人たちは、頼朝に仕えていた、ご先祖様の実名を、一字取って名乗るようになる。これは源氏とか関係ないんじゃね、頼朝の権威高揚なんじゃね、という指摘があるんだな。
確かにね。御家人たちが意識しているのは、頼朝と自分のご先祖様で、源氏云々ではないかもね。足利尊氏の兄、高義の義の字も、義兼か義氏から取られたものだと、考えられているぜ。まあ、そういうムーブメントがあったのは理解したけど、つまるところ、足利の立場は、多分、あまり変わってない、強力な名門御家人、程度だったろうな。これ安王の時代である、鎌倉時代後半においても、足利は源氏の嫡流に、ほど遠い存在だったってことね。で、その頃って足利と北条の仲はどうだったの？この頃、足利と北条の間には、軋轢が生じていたと思われる。それを示すのが、1284年に起こった、足利頼氏の子である、足利家時自害事件だ。ついにこの話に来たわね。私も知っているわ、足利氏には、七代後の子孫に生まれ変わり、天下を取る、と書かれた。源義家の置き踏みが存在したのよね。そして家時は、義家の予言したところの、七代目にあたる。だけど、家時じゃ天下を取れそうにないから、三代後の子孫に天下を取らせよ、と願文を残して、自害したのよね。そういうことになっているな。でもなんか、大河ドラマの太平記で、北条氏のせいで家時が死んだ、みたいな回想も出ていたわね。これってどういうこと？何が正しいの？この事件は足利氏が源氏嫡流であるという話の大元にも繋がっていく事件だぜ。え、マジで？まず言っておこうか、足利家時の置き踏み伝説、9割方嘘話だ。まあ、それはなんとなく察しがついていたわ。この話は今川良春が晩年に記した南太平記に記録されていて、良春は高氏、忠義兄弟も浮き踏みを見た、俺もしっかりと見ている、と証言しているが、そんな大それた浮き踏みの話が、なんで今川良春が記録するまで、誰も触れてねえんだよ。という、ツッコミを入れざるを得ない。確かにね、ってことは、家時の浮き踏みは、存在しなかったの。いや、家時の浮き踏みは実在した。それが置き踏み伝説の唯一、事実である箇所だ。9割嘘って言ったのは、そういうことね。1345年に、河野諸明が、家時様が、祖父、河野諸氏に渡した書状を、私が持っております、と、忠義に報告。忠義はこれに感動し、家時の書状を忠義の手元に保管する、との旨の手紙を河野諸明に出している。なるほどね。何が書いてあるかわからないけど、とりあえず、家時の書状、は存在したのね。ああ、もし、今川良春が証言した内容の話が、書かれていたんだとしたら、なんで忠義は公開して、広めなかったのか、という突っ込みどころが、当然出てくる。確かにね。置き踏みは実在はしたでしょうけど、内容は良春の、でっち上げである可能性が高いってことね。ってことは、なんで足利家時は、自害したの？最初に言っておくが、家時自害の理由は、はっきりとは分かってない。平頼綱と足立康盛の抗争、下月騒動に巻き込まれたという説もあるが、家時が自害したのは1284年8月、下月騒動は1285年の12月。1年以上のタイムラグがあるのね。ちょっと考えにくいわね。現状、最有力説として挙がっているのが、六波羅で勢力を誇っていた。佐助流北条氏、粛清騒動の巻き添えを食ったという説だな。佐助流北条氏、どういうこと？どういうこと？か、まず、足利家時は、佐助流北条氏の縁者だった。1184年6月に、佐助流北条氏の、北条時国が悪用を犯し、捕縛された。家時は、佐助流北条氏の騒動に足利氏が連座するのを恐れ、先手を打って7月に自害、佐助流北条氏と足利の関係を、清算しようとした、という説だぜ。なるほど、これだと時系列は、ぴったり合うわね。問題なのは、なぜ、佐助流北条氏が粛清されたのか。
北条時国の悪行は一体何なのか、わからないってことだ。結局、闇の中ってことね。まあ、北条氏。というか、平の頼綱なら、身内人と足利氏の間に、何らかの圧力があったことは確かだろうな。下月騒動でも、吉良氏や芝氏といった、足利一門が巻き込まれ、撃たれている。家時自害も含めて、足利氏としては、北条に思うところがあっても、おかしくはないわね。まあ、しかし、その後足利氏は、いつも通り、北条氏から嫁をもらっている。幕府内での席次も高いままだ。北条氏の内紛に巻き込まれたせいで、足利が北条との連立を解消し、倒幕に傾いた。ってわけではなさそうね。で、その後、足利尊氏や忠義が登場し、南北朝時代に繋がっていくわけだが、ここまで聞いて、尊氏が登場するまでの足利氏、どう思った？なんか、本当に有力な名門御家人って感じね。それ以上でも、それ以下でもない。間違っても、大河ドラマ、太平記、みたいに、源氏の嫡流として、みんなから崇め立てられてはいない感じだわ。大河ドラマ、太平記、は間違いなく名作で、私が一番好きな大河ドラマだが、あの作品における、足利の扱いは、実態とはかなり乖離しているぜ。まあ、ドラマなんだし、面白ければ、それでいいものね。でだ、ここからが肝心だ。足利は周囲から、源氏の嫡流とは認められていない、北条氏の認可を受けて幕府内において、源氏の嫡流とされてきただけだ。ところが、後醍醐天皇が幕府を打倒、足利尊氏もそれに加勢し、北条氏を滅ぼした。すると、足利はどうなる？足利が源氏の嫡流であるとする、か細い根拠が、完全に消滅してしまうわね。そうだ。だから足利は、自らを源氏の嫡流とするために、様々な工作活動を開始する。まず、後醍醐天皇によって、尊氏討伐令が出され、箱根竹の下の戦いで尊氏が出陣する際、賠償論はこのような記述をしている。この者たちは自称の昔、頼朝が義兵を挙げた時に、一番に忠厚を尽くした、小山正光の子孫である。彼らが率いた2000余騎の軍勢を先陣として、将軍は1335年12月8日に鎌倉をご出陣なされた。足利尊氏が新田義貞に反撃をする際、その先陣を切ったのは、小山や結城といった。小山氏の一族だった。賠償論は、頼朝の時も、小山氏が一番最初に味方をした、と、引き合いに出しているわけだ。だ、確かに、これは明らかに、足利尊氏を、源頼朝になぞらえているわね。賠償論は、南北朝時代前期において、細川氏の近辺によって書かれたものだ。細川氏近辺。つまりこれは、足利サイドによる、足利上げ上げの資料ってわけね。そうだ、そしてこの記述が面白いのは、明らかに誤っている箇所がある、ってところだ。誤り、どこが？源頼朝が伊豆で旗揚げする最初の戦に、小山正光は参加してないんだよ。は、実は一番じゃない、とかじゃなくて、そもそも旗揚げに、参加してないの。ああ、小山氏が頼朝に合流したのは、石橋山の敗戦の後だ。つまり、この見解は大嘘、そして賠償論は、こんな嘘をついてまで、尊氏を無理やり、頼朝になぞらえようとしている。これは賠償論の作者、やっちまったわね。もうちょっとバレないように、するべきだったわね。他にも尊氏は、恩賞給付の書状を、袖半下し組という、頼朝時代のスタイルにしていたり、頼朝が再建した、宝冠寺の仏舎利塔を、尊氏も再興して収蔵するなど、明確に頼朝をなぞらえようとしている。尊氏はなんでこうも、頼朝の真似をしていたの？自分が源頼朝の再来だというのは。武家をまとめる上で、確かに意味を持ちそうだけど、なんか、すごい執念を感じるわね。その理由としては、尊氏が武士を束ねるため、征夷大将軍になったからだと思うぜ。どういうこと？
足利が征夷大将軍になると、源氏将軍ということになる。ここまではいいな。当然じゃない？現代の我々からしたら、別段違和感を覚えないが、当時の常識から見ると、これには違和感がバリバリあるんだ。え、違和感？源氏が将軍になった、最後の令は、100年前の源実朝まで遡らなければならないからだよ。あ、確かに、100年の間は源氏ではなく、藤原摂関家や皇族が将軍になっていたものね。最初に紹介した是康王も、将軍になってから、源氏になっている。建武政権でもそうだった、鎌倉幕府を打倒した後、森吉親王が将軍となった。おお、そうよね、確かに、将軍職の流れを知らなかった時は、森吉親王の将軍に違和感あったけど、今考えてみれば、これは極めて自然な人事なのね。この時点において征夷大将軍というのは、源氏がなることの方がレアケースだったと言える。だが、足利が武家を束ねるには、鎌倉時代の通例を見ても、征夷大将軍になる必要がある。だから足利は、自らの源氏将軍に、先例と意味を持たせる必要があった。その結果、足利が参考にして、なぞらえたのが、源頼朝だった。ということね。しかし、頼朝をなぞらえるにも、問題があった。それは、足利氏が鎌倉時代、源氏の嫡流と、周囲から認識されていなかったことだ。自然と何食わぬ顔して、足利は源氏の嫡流です、と、言えないわけね。そこで足利尊氏は徹底的に、自らを頼朝になぞらえた。我こそは頼朝公の正当な後継者であると、アピールする必要に、迫られていたというわけね。そのアピールの一つが、賠償論であったし、太平記の異様な、新田氏持ち上げであった。南北朝期だと、足利一門として、世間に認識されている新田一族を、源氏の嫡流で足利のライバルとすることによって、新田に勝利した足利を引き立たせる話ね。そして、今川良春が南太平記に記した、家時の浮舟伝説なんかも出てくる。時に霊夢よ、この浮舟伝説、とても巧妙だとは思わないか。巧妙って、どういうこと？この話は、ほぼ確実に、今川良春もしくは、忠義やその近辺による作り話だが、生まれ変わって天下を取る、と言い残したのを、源義家と設定していることで、意図が汲み取れるんだよ。この系図を見てほしいんだぜ。あ、なるほど、源頼朝と足利の共通祖先が、源義家だったからね。それだけじゃない？源義家には、源義光という弟がいた、武田氏や佐竹氏の祖先だ。武田氏と佐竹氏の祖先。ああ、そういうこと。浮舟を残したのを義家ということにすれば、武田や佐竹は生まれ変わる対象から排除されるのね。そうだ。ぶっちゃけ義家よりも、父の頼義の方が、功績としてはでかいことをしてると思うんだが、頼義の浮舟としてしまうと、武田や佐竹も浮舟で生まれ変わる対象の範囲内になってしまう。源氏の嫡流であり、頼朝の同族で後継者であると、喧伝したい足利にとって、それは望ましいことではない。足利が鎌倉時代に特別な存在で、源氏の嫡流であったなら、武田や佐竹を意識する必要は、なかったでしょうけれど、足利は鎌倉時代において、そんな認識をされてない、武田や佐竹との差も、そこまではないものね。ああ、そういうことだな。このように、足利は巧妙に何度も、自らを、源氏の嫡流、として、PR した。そうしないと、足利が全国の武家を束ねる正当性が、ないものね。そりゃ必死にいろんな伝承を作るわ。だが、形ない伝承をいくら広めたところで、効果は限定的だっただろう。そこで足利が取った手段が、朝廷の独占だった。これは2年ほど前、うちが出した最初の方の動画でやったわね。そうだな、戦国時代の室町幕府は死に体ではなく、まだまだ有効であった。という話だが、あの時も話した通り、
戦国大名が官職を得るためには、幕府に、足利将軍に申請する必要があった。足利の特権と化していたからこそ、戦国大名も幕府に申請したのよね。朝廷を独占し、唯一朝廷に物を申し、意見を通すことができる武家、それが足利だったんだ。が、これにも弱点がある。それは私にもわかるわよ。朝廷がちゃんとしていて、全国の武家にとって、権威の源泉となっていないと、意味をなさないということね。そうだ、そして最後に、義満の時代を見てみよう。役が将軍になる前後、足利がいただく朝廷である北朝は、どういうことになっていた？南北朝の動乱、とりわけ将兵の一党のせいで、完全にオワコン化していたわね。これは幕府にとって、足利にとって、相当まずい事態だった。だから細川頼之も、芝義行も、北朝を再建して、権威を取り戻そうとした。そしてこれに最も力を入れたのが、足利義満だったわけね。義満は傲慢でわがままな性格で、極度のジャイアニズムだった感じが伺えるのに。なんで朝廷再建に関しては、あんな必死にやっていたか疑問だったけど。義満や足利にとって、朝廷の再建は、絶対に必要なことだから、やっていたのね。ああ、義満が若い頃は、足利の基盤は脆弱、この脆弱さを克服するためにも。何としても、義満は北朝を立て直す必要があった、そして、それを邪魔する天皇や帝臣に対しては、容赦がなかった、という話だぜ。で、今回はここまでだ。鎌倉時代の足利氏の話をするっていうから、ちょっと構えちゃったけど、マリサの言う通り、そこまで遡るとわかるわね、義満の行動原理が。だろ？思ったより、義満も絡んでいたわね。さて、ここまでのことを踏まえた上で、次回は室町幕府の強さを語りたいと思う。室町幕府の強さ、あんまりイメージ湧かないね。まあ、室町幕府といえば脆弱というイメージしかないしな。というわけでもう一回、短編の話に付き合ってください。今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。